本ハムの杉谷、チームのムードメーカーです。同点に追いつかれた後8回チャンスで打席が回ってきました。打球はピッチャーの正面へ。打った瞬間にそんないい当たりではなかったので、あ、取られるなと思ったんですけど、僕の気持ちの方が勝ってたのかなと思います。ピッチャーが処理をもたついている間に一塁はセーフ。杉谷の気持ちがもたらした決勝タイムリーでした。今日こうやってまた波に乗ることができてるんじゃないかなと思ってるので、それをまたポジティブに考えていきたいなと思います。